ようこそ友よ。ここが二条御所改め珠玉の館だ。少し道楽が高じてな。足からの趣向だな。せっかくだ、少し付き合ってやるとしようか。帝殺しと滞在人として名を残したいらしいな。道楽卿のアングな王と、そいつこちらは寿司で時世の黒より他になし。さ、この調子で次なる日曜も引き当てましょう。ヨステル様がご健在である以上、敗れたとは思わぬ。押しとる、しからばごめん。あの忍びは温存されたか。おっけの幸いだ。つまりは世にとっても正解だったわけだ。このまま当たりを引き続け、消耗を避けたいところだな。あ、ちなみに拙者は次は赤だ。先で避けたか。いや、しかし本当にそうかな。最後の一つを引き当てられぬ権利はうってつけか。そうだしよう。彼こそ不相応哲学のみを身にするものだ。祖母、実に鮮やかな戦ぶりぞ。良きかな。残念だ、サヒデよ。楽しみにしていたのだ。だが、それすら忍びだ祖母こそが悪い。浮き足立たぬこと、親方様のご足なめ。これほどの戦に立ち会えたこと、感謝せねばな。俺たちの誉れた雪村様は。さあ、珠玉の檻を突破せし友よ。世と共にどこまでも駆けく限ろうではないか。この誠、この雪村が歩きたわけで見極める。世を剣する。ははそれは面白い。友よ、これが天からの申し送りだ。黒き四角を突き大村小川君、世に変わり時代を作れ。面白き時代を。親方様の教えを心に、己の風林火山を得る。一の強者になってみせますぞ。